こんにちは。私、住友動産の持田と申します。この度はシティハウス池袋の YouTube チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回は山手線大塚駅より現地までのアプローチをご紹介いたします。シティハウス池袋は4駅利用できるポジションの物件です。 JR 山手線池袋駅と大塚駅、東京メトロ丸の内線新大塚駅、東京メトロ有楽町線東池袋駅を徒歩でご利用いただけます。ということで大塚駅に来ています。大塚駅は再開発によりこのようにアトリビ大塚ができ、北口も南口もきれいに整備されています。大塚は5つの商店街があり、昔ながらのお店も充実しています。それではこれから大塚駅から現地までのアプローチをご紹介いたします。出発します。現地に到着いたしました。大塚駅徒歩8分、シンプルなアプローチ、住宅街等をついた雰囲気、駅前の商業施設に立ち寄れるなどバランスの取れたポジションではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。 JR 山手線大塚駅からシティアース池袋までのアプローチをご確認いただけましたでしょうか。ぜひ皆様も足を運んでみてはいかがでしょうか。シティアース池袋では随時オンライン見学会を開催しています。パソコン、タブレット、スマートフォンがあればご自宅にいながらマンションのご見学が可能です。ぜひこの機会にご参加ください。物件ホームページはこちら、スミフ池袋でご検索ください。ご予約お待ちしてます。